せーの、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとう、まさみくん。おめでとうございます、ね、今年年長さん、あの来年で小学生。すごいね、大きなったね、うん、はい、じゃあ大きなったまさみくんに、はい、みちゃんこれお年玉です。ありがとうございます。はい、ちゃんと欲しいもん買ってね。何をしてんの、まさみくん。まさみくん、お家で見ような、お金な。気になった。気になったじゃん。ふうやってたけど、お金ちゃんと入ってるからね。ごめんなさい。うん、はい。あ、おじさん、いいんですか、僕も大学卒業ですよ、今年。あ、ありがとうございます。え、いいんですか、本当に。おじさんってかもう、だいぶ頭きてますね。フリーザみたいになってますよ。ありがとうございます、今年も。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。お兄ちゃんもらえ。お兄ちゃんもらえ、うん、嬉しい。ほな、じゃあまさみくん、お兄ちゃんちょっと喋ろうか。うん、なあ、どうやった、お雑煮いっぱい食べた。美味しかった。美味しかったな、うん、めちゃめちゃ美味しかったわ。やっぱお餅ね、4つ食べた。4つも食べた。うん、いっぱい食べるな、さすがやんな、沖縄ってるもんな。うん、うん、まさみくんなんか挟まってるで。うん、まさみくん歯黄色いな、なんか。うん、あ、まさみくん歯磨いてるか、ちゃんと。磨いてない。ああ、磨いてないやん、ほら。磨かな、ちゃんと。今日ね、うん、ここ来るときね、うん、どうしたの、車に向かってね、うん、いいってしたらね、うん、車全部止まった。信号機、うん、はあ、それぐらい黄色いってことやで。うん、相当黄色いよ、それ、まさみくん。そうなの？そうだよ、ちゃんと歯磨かな。一回も磨いたことない。ねえ、まずその車にこうやることがないけどね。うん、ちゃんと磨こうな、ちゃんとな。嫌だ、磨きたくない。あかんや、めんどくさいけど、歯磨かな。磨くすべがない。磨くすべがあるでしょ、ちゃんと歯ブラシあるやろ、おうちに。歯ブラシあるやろ、磨くすべはあるよ。磨くよしもない。ちょっと磨くよしは、あんた歯汚いから、歯きれいにせなあかんから、うん、磨くよしはあるよ。磨き足りない。だからこんなになってんねん、うん、黄色なってんねん、うん、うん、どこで覚えてるんで、その言葉、うん、だからもうちゃんと磨こう。お兄ちゃんと一緒に磨こう。かたじけない。どこで覚えたんて、その言葉、難しい言葉使うね、うん、いやもうちゃんときれいにせなあかんから、うん、ね、歯磨こう。もういいかな。でもういいかなじゃないよ、ちゃんと諦めたらあかんや。もうこのか人生長いんやから、歯きれいにしとかないと虫歯なるよ、うん、もうどうでもいいかな。どうでもいいかな言うてるやん、この方この余生ずっと何言うてんの、さっきから。どこで覚えたん、お父さんお母さん、そんな言うてる、ませてるね。うん、何言ってんの、歯黄色いで顔で。うん、うん、うん、ちゃうね、うん、もう黄色人種として生きるわ。何を言い出した、次は。黄色人種って歯の色ちゃうよ、あれ。え、肌の話やから、まあそういうこと言わん方がいいし。そうなの。さっきからどこで覚えた言葉を使ってんの、さっきから。あかんで、もうちゃんと歯磨いてな、はい、やろうな。はい、そういえば、うん、もうどうした、今年のお年玉少なかったですね。お年玉、ちょ、そんなことない、お金入れたよ、ちゃんと。野口さんが2名ほど行方不明でした。すごい嫌な言い方してるやん、すごい嫌み言ったらしい。何、コロナ禍ですか。うわ、こいつやば。そんな気にしなくていいから。大打撃。大打撃じゃないのよ、まさみくん。あのね、そんなことお金入ってるからちゃんと、うん、そんなコロナとか、そんな今マスクせなあかんけど、うん、そんな気にしなくていいからね、はい、まあ、もうそんなどうでもいいからさ、うん、じゃあまさみくんのこと教えてよね、うん、うん、お金のことはいいからね、うん、なんかそう、休日とかは何をしてんのかな。外で遊んでる。眉毛サロンに。眉毛サロン行ってんの。一人で4駅乗り継いでんの。学校してんの、うん、初めてのお使いよりすごいことしてるで、それ、うん、初めてのお使いよりトップよ、あなた。みんな行ってる。みんな行ってんの、うん、どんな学校行ってんの、あんた。遅れてる方。遅れてる方言うてやってるけど。俺の眉毛は発展途上国。どこで覚えたん、さっきから。何言うてんの、ませすぎやって、まさみくん。あかんて、ほんまに。お兄ちゃんはさ、うん、大学楽しいの。あ、お兄ちゃんの話、うん、お兄ちゃんも大学4回生でね、うん、まあでもこれ一つ秘密やで、うん、秘密やねんけど、うん、お兄ちゃんもう留年やばいね。お母さん留年する。かか何言うてんの、うん、留年って分からへんやろ、うん、意味。留年ってどういうこと。留年分からへんの言うてん。留年って、うん、まあ単位が足らなくて。単位が足らなかったらどうなるの、うん、もう一年学校におらなあかん。お母さん留年だからあかんって、まさふみ。まさふみ、はい、あかん、秘密やって言ってるやん。ごめんなさい。何言うてんの、まさふみ。絶対あかんで。お兄ちゃん、うん、何まだあの最後にちょっと
言いにくいことなんだけどさ、うん、どうしたお兄ちゃんに何でも聞いたら何でも言うてみ。一回年長っていうそのレッテルとか全部剥がしてさ、うん、そのどこで覚えてん、対等な目線でさ喋、うん、るとさ、うん、最初のフリーザっていうやつ全然面白くない。なんやお前、なんやお前、マサルミ全然面白くないあれ。ちょっともうええわお前、ちょっとおっちゃん、あれこいつあれほんと嫌いだったわ、やばいわこいつ。最初のやつマサルミ全然面白くない、あいつマセすぎや、頭おかしいわ、いじめられてるやろ学校で。全然可愛いないわ、おもんないわこいつ。もうちょっと帰るわ俺、さっき金も足りひんし、さっき帰るわ俺も、働けちゃんと。